もピョキンです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、テレビモブモバイルカッコトロールということで、動き回れる不満を教えてということでしょうか。いいでしょう。そこまで言うなら今日僕はトロールコース専門のジャーナリストとなって、このコースの不満全てをさらけ出したいと思いません。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.03%。で、今日僕ですね、さっき起きたばっかりなんですよ。なんで頭が全く回っておりません。だから実況がダラダラしてしまったものになってしまったら申し訳ない。開幕エンジェルハナー、今のブラパでもう目が覚めました。そして今日50コインは信用していいと、そういうことでした。今さ、左にキノコ出てこなかった。このキノコを取っていけっていうことなんかな。そしてリフトに乗っていく。多分これが正解だと思います。下の土管は怪しすぎるね。きっと上で合ってる。そしてここでオンオフをしたら右のブロックが開くと思いました。なるほどね、ここでキノコがいるっていうことなのか。そんで今日は暗闇、いや楽しそうじゃないか。僕暗闇好きですよ。ワクワクとドキドキとスリル満点だね。じゃあここは上で行ったけど、やばい、今日順調すぎる。朝から順調すぎる。このまま僕は進んでいっていいのでしょうか。この場面一度も引っかかりませんでした。いや、昨日僕さ、生まれて初めてアヒージョっていうものを食べたんだけど、めちゃめちゃ美味しかったね。あのパンにつけれるじゃん、そのアヒージョの汁みたいな、それにつけたパンがうますぎて感動した。じゃん、ここは右に行けと、そういうことですね。そしてボム兵が落ちてきて、このブロックを壊してくれると。このハテナはコイン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 。この制作者さん、キャラクターに羽をつけるのが好きなようだ。きっとドンキとかでも羽のシールを買って車のリアガラスに貼ってるような方だと思います。僕も昔やってたことがありました。完全に2分の1だね。左を信用するか、右のバーは怪しすぎる。なんでこっちに行くのが正解。そしてジャンプすれば足の先からパックンチョ。そういや僕さ、 YouTube 活動のことで毎年神社にお参り行ってるっていう話をしたことがあると思うんですよ。今年も1年 YouTube 活動が楽しくできますようにみたいな。で、昨日行ってきたからさ、今日の僕めちゃめちゃ神様にパワーをもらっていると思います。見ててください。ここはリフトは信用していい。そうでしょう神様。このままリフトに乗っていきます。多分あれだね、昨日暑すぎて境内で日傘を差してたから、それで怒ってるのかもしれない。神様すいません。神様、僕はもう境内の中で日傘を差さないで、ちゃんと日の光を浴びながら歩き回りたいと思います。そしてこの YouTube も光を浴びて活動できることを願います。お先真っ暗じゃねえか。よし、そろそろしょうもない話は終わりにしたいと思いません。これから先もしょうもない話し続けたいと思います。ここはすぐ上に行けばよかったんですかね。そして今日僕はみんなを驚かせようと思って、サプライズで特別なゲストをお呼びしております。さあ出てきてください、ピョキングママ。どうも、はじめまして、ピョキングママです。いつも僕がお世話になっております。すいません皆様、お母さんが出てきたんで、こっからお母さんにプレイを変わりたいと思います。あー緊張するわ、私やめるかな。ママ年違うよ。もうママよくない。なんかさ、もう初めてやってくる。こっから真面目にやっていきます。っていうか中間ポイント長くない？ここ戻れって書いてたけど、これで合ってんのかな。こっから先に進めば。お忘れブロック。朝のテンションがマジで謎。もう朝に収録するのやめた方がいいかもしんない。そしてさっきのヒントさ、こっちに戻ってこいって書いてなかったっけ。黄色い土管にさ、何も変わんないね。もう一回さっきのヒントのところ行ってみていい？でここ上行けみたいな。あ、やっぱ違うか、こっちじゃないよね。ちょっともう一回さっきのヒントのところ行きます。 Z 左って書いてるからさ、あのキノコをスピンジャンプで取れっていうことなんかな。はい、それじゃあここスピンジャンプでキノコを取ってみようか。うわすげえ、これだったら上に行かないで済むんだね。じゃあここは右ダッシュしていく。多分それやってると思います。ここでしゃがんでいけばいいのか。なるほどね。いやマジで中間ポイント、まだ中間だ。中間見えた。うん、バネ邪魔しないでね。いやマジでバネ。さあ次こそ中間ポイント取るよ。これが本当のバネから始める異世界生活。そしてこの場所でバネを投げて、バネフィーチャリングおらやマジ。ここで落ちればいいんだろうね。いやまだ全然全然いい。え、これ死んだっけ。この場所にいたらやられれないみたいな。次出してこいよ。あーなるほどね。ここで綺麗に動き回って
あのロケットに当たれっていうことだね。いやまあでもそんなに難しくないね。ここの砲台下に降りれっていうことなんかな。あ、これで先に進めるんだね。そしてこの上に行ったらオンオフしてしまったけど、いい？もう読めました僕。この砲台の下きっとドアがあるよ。なんで上を失敗？何か夢を見ていたようですね。ここは右の下、絶対まだ行ってしまったけど、もう行くしかないね。ダロンスター、こっちで合ってて、やっぱ違うよね。なんとなくそんな感じだと思ってた。いやでもさ、ここ上行けないでしょ。そしてここ右ギリギリに行っても左の砲台が崩れないんだよね。なんでスターを取る以外にない。え、ここ、いや、ピーちゃんしてみる。うわ、マジでわかんないね、ここの行き方が。ヒントも書いてないよね。わかった、ここは左に落ちると。それで合ってるんじゃないのか。実はこの下が正解だと。やっぴー、じゃねえんだよ。残された道はもう一つ、土管に入り直してみる。これで変わらなかったらもう僕は何もわかりません。頼む、何が変わった？これで合ってたんだね。強引土管かける認知やってんじゃねえか。なんか新耐久っぽいの来たよ。あー、なるほど、これ渡っていけと面白そうじゃねえか。タイミングゲーだね。僕こういうの得意だよ。ちょっとリズムだけ取らして。はい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 。難しいね、このコース。早いよ、もうちょっとオンオフのサード遅くしてくれないかな。この上に乗るのすらなんか難しいよ。はい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 これ本当ですか？これどんだけ長いんだろうね。先まだ見てないけど。はい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 。うわー、これいける気がしねー。これ救済措置ないかな。いやでも僕は救済措置なんか足りませんよ。ちょっとマジで集中していい？すごく早くジャンプし続ける必要があると思います。見ててください、僕の必殺技。はい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 、むずい。どうなんだこれは、右やられるねえじゃねえか。右見てバーがあるもん。てかね、今の死に耐久があるじゃん。多分上のオンオフブロック右まで渡れないと思う。だからあえて下に針を設置してるんだと思うよ。早すぎてね、絶対無理だと思うんだけどな。じゃあここは P ドアに無事に入ることができました。そして右か左か。左は針があるけど床があるね。左が正解なんでしょう。頼む、合ってて。2分の1様にも合ってて。次こそ2分の1当てたいと思います。ここは右だね。右に行けば大丈夫。そうしたらあの氷が溶かしてくれるっていう感じでしょ。さあバブリオ行くがいい。この下トゲメットがたくさんいるのが見えました。さっきスター引っかかったところですね。なんでこのまんま、うわ、どっち、左下行けばいいの？でも多分こっちで合ってるみたいな。やべえ、これはうまいね。下にトゲゾウがいると見せかけておいて、実はこっちが正解みたいな。誰もが右に行くと思う。それじゃあここは一旦何もしない。いや、右にジャンプしようか。これで合ってる。うわ、下に行ってみる。あえて僕は下に行きたいと思います。来た。迎えに来たね。多分なんだけど、僕中間ポイントにないような気がする。一個一個めちゃめちゃ長いもん、ここだって。だからもうすぐゴールがあると僕は仮定してるんですけどね。ここ右を失敗したらまずいよ。土管があるんじゃないのか。なんで僕は何もしない。中間ポイントにあるね。いや、でも何が言いたいか分かるよね。でも右行ったらダメなんじゃないの。いや、多分こっちが正解だよね。うわ、また死に耐久。え、なんでさっきのとこ行ってよかったんかな。でもこの死に耐久は余裕だぜ。こんな遅い死に耐久、僕は簡単にクリアできると思います。はいはいはい、遅いな。逆にもうちょっと早くてもいいんだぞ。これもしかしてゴールまでの道のりみたいな。いや絶対そうだよ、笑ってるけどさ。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。え、これだけというこのコース、意外とクリアできないんですよって説明文に書いてるんですよね。
確かにこんだけっていう感じの見た目なんですけど、それがそんなに難しいんでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.4%。 まあ以前したそり立つ壁よりクリア率低いもんね。そしてゴール条件は1回地面から離れたら着地内でゴールね。もうこのゴール条件で僕は全てを理解しました。あの間に綺麗に入れと、そういうことですね。なんでここでジャンプしてこれヒップドロップはダメみたい。多分スピンジャンプだね。なんでここでスピンジャンプ、そしてホールインワン。いやこれ難けえね。壁にひっついた状態でスピンジャンプして右押しっぱは、あ、いけないか。なんで走ってスピンジャンプする必要があるっぽい。みんなごめん、ガチな話していい？これをどうやって面白く実況していったらいいかわかんない。なんだこのバブルがよ、律儀に設置しやがって。どうもありがとうございます。いやだってさ、この間にスポット入ってゴールするだけでしょ。このコースを面白おかしく実況してる方がいたらぜひ見てみたいです。ただ僕一人知ってるんですよ、すごい面白い実況者。その人ピオキンって言うんですけど、いつもうるさいんですよ。わーわーギャーギャーと、魚とか花とか石親父とか無機物とかばっかり言ってるんですけど、でも彼はその中にですね、光り輝くものが何もありません。このコースこそ無言でやってクリアテイクだけお見せすればいいと思うコースと思うんですよね。なんで次のテイクから無言でクリアテイクだけをお見せしたいと思います。そこまでかというとでも思いましたか皆様。僕からトークを取ってしまえば何も残らなくなる。ただ喋ってるだけでもつまらないのに、喋らなかったらもっとつまらない動画になる。ということで僕は常に喋り続けていきたいと思います。さあ必殺スルーインスタだ。ふざけるな、このコースはふざけてもいい要素なんて何も。いやなんか申し訳ないですね、ただただうるさい動画になってしまいました。ただそれを求めてるのが皆様ということで。まあこんなうるさいやつはほっといて、どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてツイッター、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。